は、テレビ愛知とテレビ大阪の2局で放送されたテレビ、愛知制作のバラエティ番組。制作局のテレビ愛知では2002年4月6日から2006年3月25日まで、毎週土曜9時30分9時45分に放送。ラグナシアと、同施設を要するラグーナガマゴーリの PR を、目的としていた番組で、出演者たちが、ラグナシアで様々なゲームに興じる模様を毎回、 放送していた。放送開始当初は、タレントの川崎育美とラジオ DJ のハイメロッペスが、進行役を務めていたが、放送中期からはハイメに代わって、ダチョウクラブの日後勝博が出演するようになった。2004年12月11日放送分では、同じくダチョウクラブの寺門ジモンが、ゲストで訪れた。2005年4月2日、放送分からは、原口秋正と、 岡本愛が、進行役として、小塚司が、準レギュラーとしてそれぞれ出演していた。なお、2002年9月28日までは、直後の土曜9時45分枠で、テレビ、大阪製作の島スペイン村とパルケイスパーニャの、PR 番組、55、パルケキッズが放送されていた。この時間帯、テレビ愛知では、海においでよ、パルケキッズという順序で放送されていたが、 テレビ大阪では、パルケキッズ、海においでよ、と逆のパターンで放送されていた。すなわち、この番組は、テレビ大阪では、テレビ愛知の15分遅れで放送されていた。この番組が実施していた主な企画に、パフォーマー図鑑や、日ごと遊ぼうなどがある。また、バレンタインデー前に放送される回では、日ごと川崎が、ラグナシアでデートするという設定で企画を、 遂行することがあった。番組のラストでは、毎回視聴者プレゼントクイズコーナーを実施していた。このクイズは、いわゆる三択問題形式で出題されていたが、正解以外の選択肢は、正解には近いものの明らかに互換がおかしい言葉か、全く無関係な言葉のいずれかしかなかったので非常に、わかりやすかった。ありがとうございます。